言わずと知れた名古屋のキングオブホテル番組最後は名古屋市審査会にあるデザインホテル WZIP クラブをご紹介します50室全室がスイートルーム優雅で落ち着ける部屋やかわいいおしゃれな部屋が用意された税を尽くしたホテルです低価格で客室アメニティも充実また 食事も名店の味を楽しめるなどリピーターには大人気です。さあ、えあれ、もうやる気満々だね。しゃべりだ。はい、わかりました。今日ですね、えっと紹介するグッズがあります。はい、販売の販売ですか。はい、グッズランキングで。 紹介させていただきたいと思います。テレビで紹介できるかな。俺も心配なんだけどな。まあちょっとやれるだけやってみましょうか。はい。お願いします。それではまずはここで販売ランキング第三位からです。三位。はい。はい。サの。はい、言ってください。大丈夫です。はい。S.M. で遊ぼう。俺が遊びたいわ。俺が遊びたいわ。 なるほどアイマスクとかムチ火星が全て10点セットになってます。10点セットこの中に入ってるこの中に10点セットで揃っておりますので第前回薬師さんに着ていただいたボディストッキングが第2位になりますあ、ここれね。ちらです。こいつがねなるほど。 か前回、あのー、僕が着たこの,、えーと S、このストッキングですね一、えー、プレ応募先はこちら <laughs>、はい、4種類ご用意してまして、はい、こちらの以外にもいろいろな。あの

どう毛穴ない。ないんですよ。ないです。<laughs> これ言っていいのかな。あのね、これ以上の地球上にグッズがないって言。えー、<laughs> これ最高だっつった。<laughs> そうなんですね。もうこうもういろんな男を味わったけど、うん、こいつ以上はねえっつった。っていうぐらいすごいらしいよ。女じゃないと女性じゃないとわかんないや。 男じゃわかんない。ええ、買って帰りますよ。買ってから俺、俺が買ってやるから。一回俺に。無料貸し出しもしてるので、レンタル、レンタルもしてるので。レンタルするいるの？レンタルする方、誰？カえオ。 結構買っていく…あーすごい。どういいんだよ、どういいんだよ、どういいんだよ。さあ、それではですね、で今週の合言葉ですね<っ>、えー、過激な商品が出てきたので、なんていう合言葉にしようかなと思いましたけどね。うんえー、ということで、えー、いきます、今週の合言葉、チャイルドグッズ。 はい。えっといつものサービスさせていただきます。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。